過去 の, そのワールドカップの経験だったりとか着実に、まあ、日本人らしくこうステップアップしてきてる。平均値は上がったけど本田圭佑みたいな勝負強さっていうのはちょっと今まだ見えない。ベスト8行ける確率って何パーセントぐらいあると、お二人。 1% ぐらいじゃないですか。 1% そんな低い。グループステージ突破するかあのパーセントは 35% ぐらいあるんじゃないかな。僕は逆に言うとグループリーグ突破すれば1回戦の試合っていうのは確率で言うと僕は五分五分だと思いますね。世界中の人は、まあ、日本負けるだろうなっていうのがもう 89% ぐらい思ってるんじゃないですかね。並んだ時に格がどっちが上かっていうか、はい、そういうことも結構大きく影響する大会だと僕は思ってて、今までの日本にはない部分を今回の日本代表は持ち得てる。皆さんこんにちは、ビジネスディープインタビュー9クエスチョンズ始まります。今回のゲストはサッカージャーナリストの中西哲夫さんと木崎真也さんです。ちょっと今回はちょっと趣向を変えましてですね、あのビジネスど真ん中の話ではなくサッカー、ちょうど11月23日に初戦のドイツ戦を迎えますけれども、日本代表がまあベスト8に行けるのか、そしてまあそれぞれの対戦国に対してどういう戦術を取るべきか、そしてより日本のサッカーを盛り上げるには何が必要なのかと、中長期的な話も含めて伺っていきたいと思います。それでは本日のゲストをお呼びします。サッカージャーナリストの中西哲夫さんと木崎真也さんです。お願いします。よろしくお願いします。どうもお座りください。どうも今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。中西さんは結構なんか解説者とかもされてましたけど、はい、今いろんなことされてるんですね。僕ずっとこうサッカー選手のパーソナルコーチを2010年からやらせていただいていて、まあ、長友選手から始まって、うんまあ、今久保選手、それからレアルマドリードにいる中井卓弘選手、これから代表にも入ってこれる可能性のある選手なんで、まあ、彼とのトレーニングが一番多いですね。はあ、あとそれ以外もまあ全然違うことをいろいろされてる、はい、中西さんの練習見に来たことがあって、はい、ちょうど久保選手の時だったんですけど、うん、めちゃくちゃ独特ですよ。なんか姿勢だったり呼吸法だったり、うん、体重のかけ方だったり、うん、他の指導者とは全然違いますね。中西塾と呼ばれてたんですけど中西塾どういうところに驚いたんですか、木崎さん。まずあの外科のお医者さんの話とかして、外科のお医者さんはここでこういう姿勢をとって、ここあのお箸を持つようにこれが一番集中できるんだとか、それはサッカーにも通じるっていうとこから入って、はい、めちゃくちゃ理論的なんですけど、でそれを右足左足両方蹴れるようにするとか、はあ、今久保選手がシュート決めてるのを見ると、あ中西さんが教えてたことやってんなって気がすごいしちゃいます。ちょっとそのあたり、いやまあそれはあの本人が今本人が努力してるから今の彼があると思うんで、僕がその教えたなんてことはまあとてつもなくそのまあ誇張された表現なんで、もともと彼が好奇心旺盛で、かつ自分自身のこうレベル上げていくことに対して本当に熱心な選手なので、もう学びたいっていう気持ちがたくさんある選手なので、まあ彼のまあそういった気持ちをいかにこうまあ、助けていけるかっていうことはやってました、はい、後ほどぜひ育成の話もじっくり伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、もう一方のゲストが木崎真也さんです。お願いします。木崎さんもね、いろんな本書かれたりとか、うん、本田選手のねディープレポートとか昔書かれたりとか、最近 YouTube でよく見ますね。なんかサッカー界やっぱ YouTube は増えてますよね、うん、そうですね。で文章よりそういう仕事も多少、僕はテレビというよりはそういう YouTube で呼ばれて、はあ、まあ結構暴露的な話をさせられるみたいな方多いんですけど文春法になぞらって木崎法とか言われてますもんね。そうです、過去のハリルホジッチさんの件の時はそうすごい言われましたけど、まあでも全然そんな大した情報じゃなくて、あのみんな黙ってるから、はい、ボソって言っちゃうと反響があったって感じですね。そうですね、今日も気づき本を楽しみにしながらディープな話をしていければというふうに思います、はい、今日ですねこの9つの質問を用意してまして、まあ、ドイツ、コスタリカ、スペインとかそういった分析からもうちょっと中長期的な日本代表の話とかを伺っていきたいというふうに思います。まずちょっと単刀直入になんですけど、今回のテーマが日本代表ベスト8への道ってことなんですけど、ベスト8行ける確率って何パーセントぐらいあるとお二人思われてらっしゃいますか。ベスト8ですよね、はい、1% ぐらいじゃないですか。 1% そんな低い。ただグループステージ突破するかあのパーセントは 35% ぐらいあるんじゃないかなとは思ってるんですけど。ほう、そうすると突破できてもその後のベスト16ですぐ落ちちゃうと、うん、中西さんは。いやーものすごい難しい質問ですけども、うん、ものすごく客観的に見たら、うん、あ
優勝経験国が2つもグループリーグにいて、まあ、そこの上位2カ国に入るってことが相当難しいと思うんで、ただまあ僕は逆に言うとグループリーグ突破すれば決勝トーナメント1回戦の試合っていうのは確率で言うと僕は五分五分だと思いますね、うん、僕は、はい、あっていうのはそのやっぱ日本ってこうずっと過去 の, そのワールドカップの経験だったりとか、まあ、ワールドカップ予選の経験とかを踏まえた上で着実に、まあ、日本人らしくこうステップアップしてきてると思うんですよね。で、まあ、前回のロシアのワールドカップの時にベルギーと 2-0 まで行ってそこから3点取られて負けたんですけど、あの時の経験っていうのはかなり日本にとって大きくこの4年間で蓄積された部分だと思いますし、うん、まあ、ああいうことがあったということが、まあ、逆に僕は糧になると思っているんで、うん、可能性は 50% はあるんじゃないかなと思いますね、うん、グループリーグ突破の可能性は何パーセントですか？いやでもそこは本当に難しいでしょうね。 30% ぐらいじゃないですかね。あ、30%、僕はそれぐらいだと思います。やっぱり現実的に見なきゃいけないと思いますし、だからといって絶対無理っていうことではなくて、今までだったら多分ちょっとかなり苦しいですねと言わざるを得ない状況だったんですけど、今の日本人選手 の, そのヨーロッパリーグだったりチャンピオンズリーグでプレーしている日本人選手の数っていうのは過去に比べると圧倒的に多いので、しかもその中でただ出るだけじゃなくて、まあトップの相手にこうある程度のパフォーマンスが選手ができるようになってるとかで、結局日本人選手がそのワールドカップ本大会でそういうチームに勝てるかどうかっていうのは普段のこう日常生活の中で、例えばまあドイツにいる鎌田選手だったらまあバイエルミュンヘンとか普通にやってるわけじゃないですか、はい、ドイツのトップのチームとみんなやってて、しかもそこで点取ったりしてるわけですよね。じゃあ久保建英選手はソシエダにいて、まあ、バルセロナとかレアルとかともずっともうこの数年間彼はやってるわけで、スペイン代表見ても別に、あ、いつもやってるこの人たちみたいな、これが実はすごい大事で、初めて対峙する相手だとそれに慣れるまでに結構時間かかるんですよね。こうなんか見ててずっと映像では見てたんだけど、実際体ぶつけてみたらその間合いが全然違う選手が結構多くて、でまあ僕昔アーセナルによく行ってたんですよ、はい、ベンケル監督、そうで、まあ練習行ったら練習させてもらってたん でその時アンリとかピレスとかビルドールとかベルカンプとかすごい選手ばっかりで、黄金期ですね。そうで、もう無敗優勝とかしちゃう時のメンバーですから、引退してたんだけどベンケルが別に一緒にやっていいよって言われて、で人数合わせに入ったりとかよくしてたんですけど、最初はもう何もできないですよ。何にもできないです、何にもできない。だけど慣れてくるとなんとなくはやれるっていうか、何日か例えば1週間ぐらいいるんですよ大体。いつも1週間ぐらいいると最後の方になると間合いが分かってくるんで、最初は間合いが分かんなくて取れないし、ボールはで仕掛けられたらもう体すら触れないし、そういう状況だったんだけど、まあ、この前で言ったら 100% やられるなっていうのは分かってくると、ちょっと詰めた方がいいなとか、自分の中でも工夫はできるようになるんで、そういうことを普段からやってる選手たちがチャンピオンズリーグとかヨーロッパリーグでやってれば、ちょっと違うよね。今の日本代表選手と話すと昔より絶対強い、 今の日本代表が史上最強だっていうんですけど、それ中西さんどう思います？僕はそう思います。テキさんそう思わない？やっぱ個があれじゃないですか。平均値は上がったけど、なんか本田圭佑みたいな勝負強さっていうのはちょっと今まだ見えない気がしますけどね。あ、僕の話のレイヤーで言うと、すげえ強いワールドカップ優勝経験国のチーム相手に全くビビらずにはやれるぞっていうステージの話で言うと、僕は歴代最強かなっていうふうに思います。開始1分の時の心の持ちようが全然違う。そうそうそう、入りの瞬間のさあ行くぜみたいな時にやばいなって言うんじゃなくて、どうやってこのチームを倒そうかなと思っている精神状況には少なくともあるというか、そういう意味では歴代最強で、今おっしゃったようにその個性とか何かこう一発を引き起こせるような爆発力とパーソナリティっていう部分に関して言うと、まあちょっとその物足りないっていうことも分かります。それは分かります。はい、ということでこの話だけで60分いけそうなんですけど、ちょっと一つ一つちょっとぜひ質問していきたいんですけど、まず初戦のところでドイツ、FIFA ランキングではまあドイツは11位で、本田さんに最近聞いた時もやっぱ初戦が全てだと、初戦で乗れればグワッといけるけど、ここでもうくじくともう挽回厳しいんじゃないかって言ってましたけど、ドイツどう見ますか？結構今あんまり強くないというか、
調子が良くないとも言われますよね。そうですね、監督が去年変わって最初すごい良かったんですけど、その監督を変えたリフレッシュ効果がちょっと薄れてきて、逆にバイエルン勢がナーゲルスマン監督の下で戦術がうまくいってない感じが代表にも影響してしまい、流れは良くないですよね。だからこれをどう見るかで、流れが良くないから本番になるといきなりガッて変わってくると見るのか、でもこのままだからチャンスだって考えるのかっていうところで言うと、日本代表の選手たちもハンガリー対ドイツをみんなで一緒に見たそうで、これはいけるぞっていう感じだったそうですね。ハンガリー戦をそのみんなで見たっていうのは、そのどういうふうに戦ったらドイツには勝てる可能性があるぞっていう、そのある程度のこうプランは練れるという意味ですごい大きかったと思うんですよね。で実際 1-0 でハンガリーが勝ったんですけど、まあ、僕はそのドイツっていうチームがその日本に対してある程度こう余裕を持ってきてくれれば何かこうつける隙はあるかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、ドイツっていう国がまあ前回のワールドカップグループリーグで敗退していることだったりとか、それから今回調子が良くないっていうことで必要以上に良いシュートに来られると、そういう時のドイツ代表だと結構難しいかなっていうのは僕は正直思いますね。そこはちょっとあると思います。ブックメーカーのオズ見ると日本の8倍ぐらいで、正直8倍ってもうほぼ勝ち目がない数字なんですよ。だから数字だけ見ると世界中の人はまあ日本負けるだろうなっていうのがもう 89% ぐらい思ってるんじゃないですかね。でもそういう中、日本の選手たちがやれると思ってるのは、先ほど中西さんが言ったブンデスリーガーで対戦してるとか、あとハンガリー戦見た時のあのカウンターへの隙の多さっていうのがあるんじゃないですかね。ちょっとメンバー表も見てみたいんですけども、そのバイエルンの選手が中心じゃないですか。でさっき木崎さんからもバイエルンの監督のナーゲルスマンっていう話が出てきて、まさに本書いてますよね。そうですね、ナーゲルスマンの戦術を紹介した。だからそのバイエルンもあんまり調子良くないことがこのドイツに反映してるってことなんですか。なんかバイエルンの選手たちが、なんていうの、献身的なプレーがすごい減ってる印象で、だそこが守備のちょっとした強度の低さにつながってる気がしましたね。それはネーションズリーグでイングランドと試合したり、ハンガリーと試合した時に、露骨に出てしまって、結構このサッカーダイジェストの予想ではホフマンを使ったりギュンドアンを使ったり、バイエルンの選手をちょっと減らしているので、もしかしたらギュンドアンのところにゴレツカが入り、ホフマンのところにニャブリが入るともうバイエルンだらけになるんで、そういう時にどっちに転ぶかっていうのは分かんないなと思いましたけど。中西さんどう見てますか。いやもうでも木崎さんおっしゃったようにその、まさにその通りというか、バイエルンの選手たちが今あまりうまくいってないことが代表でどうなるかっていうことと、それからそれをじゃあ実際やるかやらないかっていうことで全てが決まってくると思うんですけど、僕はまあどっちが来たとしても、さっきちょっとお話をさせていただいた格の問題、結局ワールドカップって僕は格の並んだ時に格が上かどっちが上かっていうか、はい、そういうことも結構大きく影響する大会だと僕は思ってて、だからその格の部分で今までとは日本はそれほど大きく気遅れしてない状況でやれるという意味では、いくら相手がドイツであろうと試合運びさえうまくいけば、あと森保監督が的確なこう選手起用をしてくれて、はい、的確な選手交代をしてくれて、的確な戦術を最初からこう施しながら、途中でこう相手が戦術を変えてくるに決まってるわけです。その変えてきた時にどういうふうに対応させるかみたいなこと、もちろん選手の経験値もものを言うんですけど、それがうまくできれば引き分けは取れる可能性はゼロじゃないなっていうふうには僕思います。格ってやっぱ中西さん結構メンタルと技術の連携をすごい大事にしてますよね。はい、僕はそれをすごく大事にしてて、いくら技術があってもネガティブな思考だったりとか、自分がこう自分のプレーに対して自信が持てなければそれを発揮するのって難しいんですよ。だからやっぱ日本人ってこうよく世界的に見てもテクニックあるって言われるんですけど、そのテクニックはあるけどスキルがないってよく言われるんですよね。でスキルって試合でこう発揮する技術のことなんですけど、技術は持っていてもそれは試合で発揮できればなけなければそれはスキルではないわけですよね。その時に何が影響してくるかというと思考が影響してくる。でその思考の中でも今言ったみたいにワールドカップだと格みたいな問題結構影響してくるんですよね。例えば最初のファーストプレーがミスになってしまったら、急にその選手がその瞬間からその試合のプレーのクオリティが、次またミスしないようにっていう気持ちをすると、またそれが姿勢が崩れて呼吸が崩れて、よりミスしやすい姿勢に実はなっちゃうんですよ。そういうところを僕はいつも選手に教えてるんですけど、はい、そういうそのネガティブな人がネガティブなプレーを呼ぶことのこう負の連鎖が起きるんですよ、はい、だその時に一発目ミスってもいや別にみたいな、次ちゃんと自分でどうやったらうまくできるか分かってるしっていう風になれば、それはさっきちょっと話したけど本田選手もそういう部分をすごく多分に持ってる選手だと思うんですけど、それでやっぱり姿勢がいいからやっぱり相手も飛び込めないとか、
やっぱりボールがピタッと止まるとかいいキックができるとかってそういうところにつながってくるんで、だからそういう意味じゃその思考の部分での核っていうところは一つ今までの日本にはない部分を今回の日本代表は持ち得てるので、そこはいい意味で期待してますよね、はい、中西さんが教えてくれたのはテレビとかで緊張したらこうやってタップしてリズムを自分で作ると緊張がほぐれるよと教えてくれたことがありましたよね。はい、言葉を話すときにどっかを僕今テーマ合わせてるんですけど、テーマ合わせながら話すとテンポ感が出るんですよ。でテンポ感が出ると基本的にうまく話しやすくなる。それはもう講演でもそうだし、まあ、いろんなところで話す人たちで大体みんなそういうことをしてるんですけど、まあ、タッピングをするか回したりとか、そういうことを自分の中にこうテンポ感をやたらせると確実に自分の動きっていうのはスムーズに遂行できるっていう論理があるんですよね、はい、そういうことをそのサッカーによる僕は応用してるんですよ。だまあそれをたまたま彼にそういう方法あるよっていう緊張してるんだとそうやって話したらまあ構わないし、まあ、論理的に話せるよっていうふうには僕は伝えたんですけど。ですよね。で格って意味では本田選手が言ってたのは、ワールドカップになるとみんな100の力出せないと、で自分が普段通りにできるのがもしかしたら持ってるって言われるのであって、結構やっぱ70、80に周りが落ちちゃうから、それ相手も自分がすごく見えるんだってことを言ってましたね、先ほど中西さんが的確な選手起用って話がありましたけど、ちょっと日本代表の予想フォーメーションもぜひ見ていきたいんですけど、ここに載ってるのもまたこれサッカーダイジェストから持ってきてますけれども、キリンカップのアメリカ戦のメンバーとほぼ同じなんですけども、このメンバー選考もこれ初戦ですね、ドイツ戦に関してこういう予想してるところは昨日に多かったですけど、雑誌とかいろんな指揮者もこれ中西さんの薫陶を受けた長友選手と久保選手が縦に並ぶっていうすごい、これ結構責任ありますね中西さん。責任っていうか、まあでも本当に長友選手の僕パーソナルやってたのは2010年から2016年なんですけど、ちょうどインテルにいた時なんですよね。だからセリアでもずっとやってる時にずっと僕も一緒にトレーニングさせてもらってて、ちょうどその時に久保選手小学生だったんですよね。で小学生の久保選手が長友選手のトレーニングに来てて、で長友選手と3人でトレーニングすること結構あったんですよ。でその時長友選手がいつか代表で一緒にやれるといいなって言ってて、俺もその時まで代表にいられるに頑張るよみたいな話してたんですよ。でそしたら久保選手がめちゃくちゃ早く代表に入ったんで、長友選手はもう久保選手が20歳ぐらいの、もう早くても20歳か22、23ぐらいのイメージだったと思うんですよね。それ考えたら俺ちょっともう30後半だから厳しいよなみたいなことを言ってたんですよ。それがもう全然普通にもう今やってて、もしかしたらワールドカップで同じスタメンに入るかもしれないっていうのは僕にとっては若干こう胸熱というか、ね、一緒にこうトレーニングさせてもらってた選手がそういう風に出るみたいなことはね、これ相性どうなんですか長友選手と久保選手の。いやだからここはその長友選手は完全にも守備に徹することができると思うんで、近年のその長友選手守備の部分ですごく堅実さを増しているというか、エクアドル戦の時もねかなりいいパフォーマンスしてたと思うんですよね。だから守備に特化してボールをしっかりこう奪って的確に前の選手にボールを渡せれば、いい役割を果たせると思いますし、久保選手今左サイドでソシエダでプレーすること結構あるんですけど、その外側に幅取ってプレーすることもできるし、一個内側に入ってきて内側のレーンでプレーすることもできるし、その時に鎌田選手とその内と外入れ替わるみたいなことをやったりしてるんですけど、そういうところでもその鎌田選手との相性もいいんで、そこもまあポジティブに働く可能性はあると思いますね、はい。パーソナルコーチから見た長友選手の凄さってどこにあるんですか。いやもうそれはもう本当にどんな状況でも誰よりも練習するところじゃないですかね。はあ、そこは全然違うんですね。インテルの時に監督変わるたびにスタメンから外されてるんですけど、でも必ず何ヶ月かするとレギュラーになって、最終的に長友選手がレギュラーになるんですよ。でまた監督変わるとまた長友選手がレギュラーじゃなくなって、そういう状況の中でもいつも一番早く練習に来て一番最後に帰るみたいな。でしかも練習ってひたすら練習してて、でマンチーニの時は居残り練習に付き合って、長友選手のクロスボールをゴール前で待ってシュートする役になってなってたらしいんですよね。結局まあそうなるとだん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 ねこう変わってくるじゃないですか。あそこまで粘り強くできるのはすごいし、あとコミュニケーション能力が本当に高いですよね。周りがこう自分の国の選手じゃないにもかかわらずめちゃめちゃ周りの選手と仲良くなったりとか、まあイタリア語をすごい勉強して記者会見で
日本語を急に忘れちゃったりとかするぐらいイタリア語をちゃんと勉強して喋れるようにするとか。つまりさっきの話で言うと一番力を発揮しやすいタイプなんですかね、そういった緊張感のある。あ、そうそう、だからそういう時の方が力発揮するタイプじゃないですかね、うん、そのかなりプレッシャーかかった状況の中の方が。他に議論のポイントがあるとしたら、やっぱ吉田選手を使うかどうか、まあ、スピード不足っていうのは結構叫ばれてて、シャルケでもちょっと調子がそんなに良くないってありますけど、そこはお二人はどう考えますか。まあ、これ中西さんと同じ意見だと思うんですけれども、板倉選手が怪我をしてなければ板倉と宮安ってコンビもあり得たのかなと思うんですけど、うん、まあ、もう出さざるを得ないっていう、うん、ところだと思いますね、うん、ざるを得ないってことはあまり積極的な選択肢じゃない。弱点としてスピードが落ちてたり、うん、反転のスピードが落ちてたり、ラインを下げすぎちゃって前と間延びしたりとか、うん、そういう弱点はもう最終予選中から問題になってましたよね。まあでもやっぱり冨安選手を組むんだったら絶対的に高さが必要なんで、うん、冨安選手がものすごくヘディングが強いかっていうと、そこまで本当に強いかどうか、世界トップクラスの高さに対して対応できるかっていうことに関して言うと、まあ、吉田選手の高さという武器は使う要素の一つとして多分考えてるでしょうね、うん、でもそこはもう今のそのメンバーの状態だったりとか怪我人の状況を考えると、まあ、僕は絶対吉田選手スタメンで、長友選手も、まあ、僕この2人は長友選手と吉田選手は多分森保さんはもう絶対使うんじゃないかなって、うん、僕らがどうこういう話じゃない。もう一つの論点としてフォワードですね、今前田選手を入れてますけど、まあ、これが一番いい選択肢なのか、お二人の意見はどうでしょうか。多分追い回してほしいですよね、そんなに戦術的に細かくやれる時間もないでしょうし、そういう監督でもないので、スピードある人の方が多少連携取れてなくても追い込める迫力でっていう意味で、本当は浅野選手が一番ベストだったんでしょうか、まだ怪我しちゃったんで、うん、で僕はやっぱりあんまり監督が戦術を伝えるタイプではないということから、選手のコミュニケーションが一番蓄積は大事だと思うので、まあ、ここでアメリカ戦からそんなに変えない方がいいんじゃないかなっていう意見ですね、うん、どうですかね、うん、まあ、前田選手 の, そのスピードもあるし、回数もこなせる、スプリント回数もこなせるっていうところはすごく魅力的ですよね。でやっぱり前半特に、まあ、この間のアメリカ戦もそうなんですけど、いい、まあ、ボールの追い方から、まあ、高い位置からプレスをかけてボール奪ってっていう形が結構できてた、それは事実だと思うんで、だからそれ考えると前田選手がもちろん候補ではあるかもしれないんですけど、あと誰をワントップとしてメンバーに入れるか、うん、そこが結構大事かなと思うんですけどね。僕は特に、エクアドル戦の後半、こう前半から相手のプレスが日本のビルドアップのコースを全部うまく切りに来て、でうまく後ろから組み立てられなかったんですよね。で組み立てられなくて、後半上田綺世を前に入れて、で上田綺世がその相手の選手と、まあ、うまく体をぶつけながら、まあ、マイボールにできなくともロングボール来たボールを五分五分のところに落とすみたいな、自分のボールにしなくてもいいんですよ、相手のボールにならなければいいんで。あとはその最初からもう最初なんかフィードを入れるって決まってると 1.5 列目とか 1.5 列目2列目 の, その伊藤純也とかその鎌田とか久保とかがこう長いボールに対してどこに落ちるかっていう予測のもとに動き始めるんで、そうなるとこぼれ球拾える確率って上がるんですよね。だから前のボール長いボールに対して五分五分のボールを相手陣地に落とさせることができる選手が入った方が、ビルドアップがうまくいかないときはそういうことをやった方がいいっていうのはこの間ある程度は分かったんで。ドイツ戦で引き分け以上いける確率って何パーセントだと思います？ドイツ遠征この前やる前までは 1% ぐらいだと僕は思ってたんですけど、ただあそこで非常に選手たちが話し合っていいムードになってるんで、まあ、20% ぐらいまで上がってきたんじゃないかなと。引き分け以上がですね、はい、中西さんいかがでしょう。僕もまあ 30% ぐらいの確率としてはあると思いますね。ここまでのずっと流れ見てると、6月までのシリーズの流れを見てると、これはちょっともうかなり難しいかなって、僕も木崎さんと同じような考え方になってましたけど、9月の2試合見て、あ、ちょっとみんな共通意識というか、ある程度のその価値観の共有ができ始めてるなっていうか、それを感じてたので、まあ、あとはそのさっき言ったアメリカ戦のようにこちらのビルドアップが相手にうまくこう、まあ、読まれずにうまく外せれば、前の選手のクオリティでいうと結構そんな悪くないっていうか、もしかしたらワンチャンス来たら決められるような、実はみんなクオリティは持ってるので、
そのビルドアップのところだけちょっとうまくやれればなっていう、まあ、もちろんドイツも対策してくるからそんなうまくいかないのは分かるんですけど、まあ、その時にさっき言ったようなその戦術変更、あこれだとうまくいかないからこうしようみたいなことが、その一つじゃなくて二つ三つぐらいあると、そこまで選手たちが話してってくれれば可能性はあると思いますよ僕は、うん、ちょっと次コスタリカ戦、これはもう初戦がどうなるかで全然戦い方変わってくると思うんですけど、コスタリカはまあ一番、まあ、弱いと言われてますよね。FIFAランクも一番低いですし、まあ、有名選手としては、まあ、あのナバスですよね。パリ・サンジェルマンにいるナバスってゴールキーパーぐらいで、もう結構勝てるかなムードがあるんですけど、どうでしょう、そんなに甘い相手じゃないですかね。いや、まあ勝たなきゃいけない試合ですよね。そのオッズを見ても日本のが有利なので、うん、下馬評でも日本のが上なんですけども、うん、まあ、初戦でたとえ負けたとしてもあと2連勝で突破ってことも可能だってことを考えると、ドイツに負けても諦めちゃいけないと思うんですね、はい、本田選手は初戦大事でって言ってたでしょうけども、うん、それでもやっぱり落としたとしてもあと2連勝っていうのはゼロじゃないんで、そういう意味でコスタリカ戦はきっちり勝ちたいところですし、まあ、でも相手も同じことを考えていると思うんで、いつも通り普通に戦えるかっていうその平常心っていうのはすごい難しい状況でしょうけど、うん、そこを期待してますけどね、うん、中西さんいかがですか。今の代表チームとちょっと比べ物にならないかもしれないんですけど、ワールドカップ予選の時にやっぱ相手が結構しっかり守備してきた時にそんなうまくやれてる印象がないんですよね。やっぱり南米予選でもブラジルとアルゼンチンとやらなければいけない、勝たなければいけないってなった時の守備の意識の高さとかね、ワンオンワンのところは負けないと、でボールを必ず借りに来るみたいな、ああいう姿勢っていうのはやっぱ日本にとっては結構苦手とするパターンだと思うんですよね。だから南米のこのチームに近いような守備だと僕は思ってるんで、コスタリカに関して言うと、だからちょっとこのゲームは難しいゲームだなっていうふうに思いますね。そう、2014年の時にギリシャと引き分けちゃったみたいな、ギリシャが一人退場して引いたけど日本が崩せず、っていうのに似てるかもしれないですね。だから、まあ、北中米カリブ海のチームなんですけど、比較的その南米的なその守備の強さの要素を持っているタイプの国かなっていう僕は印象なので、だこの間のエクアドルの試合見てると、かなりやっぱりさっき言ったようにビルドアップのところでも前に運べない、うまく日本のいいとこ消してくるみたいな、まあ、元々あんまり予選でも点取ってないですからね。だからもう守備して硬いイメージありますね。硬い感じなんで、結構相手に合わせて守備変えるみたいですし、でもフロンターレ勢中心でどうですかね、じゃあつなげる。ああ、そうだから結局その今フロンターレ勢って言ったんですけど、試合の中でなその戦い方変えられないと、相手見てプレーできる選手がいた方が、だから例えば田中碧選手とか、まあ、中村健吾さんの薫陶を受けてかなりいろんなことを論理的にはもちろん理解できていると思うんで、まあ、僕もう一個ポイントは第2戦をターンオーバーできるかっていうことだと思うんですよね。やっぱりこうかなり中3日やってくると3戦目きつくなるんで、だから1戦目3戦目ある程度メンバーを同じにして、2戦目をちょっとこう何人か入れ替えるような、でその時に今木崎さんおっしゃったように、そのフロンタレ勢 の, その相手見ながらどこに隙があるかとかっていうことをやれる選手を並べた方が、あとその守備の部分も、そのもし相手が引いてきてボールを保持する機会が多くなったりすると、センターバックの部分に例えば谷口選手とか、ね、そういうその早くボールを回せる選手、あとクオリティの高いボールをワンタッチで前線に入れられるとか、そういう選手を起用する手もあると思うんですよね。そしたら吉田選手一回休ませられるわけじゃないですか、3戦目に向けてね。ちょっと比べ物にならないですけど、まあ、去年の夏 の, その東京オリンピック見ててもやっぱかなり連戦で疲弊した感があったじゃないですか。暑かったですしね、うん、だからまあもちろん それとはちょっと違うし、まあ、ただカタールは暑いからって考えた時に、やっぱ2戦目をターンオーバーうまくできるか。この前 のドイツ戦争アメリカ戦非常に良かったけど、2試合目のエクアドル戦メンバー総特会したら、やっぱ話し合いの時間も少ないし非常に連携も悪かったじゃないですか、まあ、ミスマッチもありましたけども選手同士の、うん、だそういう意味で森保さんはターンオーバーするって告げてたら選手も話しやすいと思うんですけど、多分森保さん言わないから、ドイツ戦終わった後に初めて選手たちが次の先発が分かって話し合ったとすると、なんか間に合わない気がして、中身からからその選手が話し合うボトムアップの弊害がターンオーバーにすごい出そうな気がするんですけど、どうですかね。まあ、もしその今言った話が本当にそういう状況であれば、それはもちろんあるでしょうね。だからベースは変えずに部分的に入れ替えるっていうのが現実的
かもしれないですね。そうですね。じゃあ次スペイン行きましょうか。FIFA ランキングでは7位ということで一番このグループでは高いと。そしてまあルイス・エンリケ監督っていうのが東証で結構引っ張ってますけど、結構メンバーとか見るとそんなになんか豪華メンバーでもないというか、こんなこと言って怒られるかもしれないですけど、一時期のスペインに比べればかなり弱そうだなって見えるんですけど、どうでしょうか。これ難しいところなんですけど、選手、東京五輪に出た選手に聞くと、もう勝てる気はしなかったと。延長になりましたけどね。で、日本がやりたいことを先回りして潰してくるみたいな、ここに立ちたいのにってところを潰してくると。だからなんか多分同じロジックの延長線上にスペインがいて、もう上位互換すぎて手も足も出なかったと。っていうところが、だそれは一部の選手だけかもしれないですけども、結構あのオッズとか見てもドイツ戦よりも厳しいですね。スペインは10倍だから、日本の勝利が。そうですか。あのほぼ奇跡ですね、勝ったら。奇跡。オッズ的にはですよ。で、僕はドイツに6年住んでドイツよく見てた立場からすると、なんかスペイン戦の方がまだもしかしたらチャンスあるんじゃないかなってのはちょっと思ってるんですけど、どうですか中井さんの印象。全体的にその今までのスペインの流れ見てると、あんまりいい流れじゃないのは確かですね。だからこれスペインはもうとにかく1戦目2戦目どういう結果で来るかってことにすごい影響されると思うんで、だから今どうこう考えてもあまりいい答えは出ないと思うんですけど、まあただ一個言えることは、ブスケツがそんなにバチバチの時の状態じゃないっていうか、あと彼は周りによって生きるタイプだから、彼のその守備の能力考えると、やっぱりあの彼の両脇のところはうまく使えれば、僕はチャンス作れる可能性はあるかなって僕は思ってます。これドイツと比べるとだいぶ選手個人の格は落ちますよね。でも下馬評はスペインの方が高いんですよ、ドイツより。なんでですか。でも確かにドイツはスペインと対戦して6点差ぐらいで負けたりしてるんですよ。ドイツはすごい苦手そうでしたね、スペインが。でそれが日本の選手も聞くと、日本も苦手って言われると、何なんですかね、この強さは。いや、だから相手を見てするサッカーができる選手たちですよね。だからそのさっきフロンターレの選手があった話されたじゃないですか、木崎さんが。基本的にはこういうことするけど、別に相手こうしてきたらこうするしみたいな、それが選手全員そういう戦術眼を個人個人備えてるんで、そういうところでこう常に逆を取られたりとか、相手がやってくることを逆手に取って違う立ち位置にしたりとかやってくると思うんですよね。例えば日本、あの森保さんがこういうふうに映像を用意して、ある程度選手たちがプレスこうしようって話し合って決めて臨むじゃないですか。で A パターン B パターン C パターンぐらいまで用意してたとしても、そのやり方を見られてスペインが変えてきますかね。変えてくると思います、ね。変えてくるというか個人で変えられるんじゃないですかね。そのボール受けるときにそのプレーキャンセルでこうやろうとしてることをやめるっていう能力なんですけど、そのプレーキャンセルできる選手がやっぱ多いんですよね、ボールの持ち方見てても。こう足こう振る途中でもやっぱやめたみたいな。そうなると相手が動いたの見て足止めたりすることができる選手、まあ昔でいうところのシャビとイニエスタみたいな、スペイン代表でいうとね。だからそういう相手見ながらここまで来てやめようみたいなこと結構できるんですよ、みんな。こっちはだからもう逆に言うと、そのまあ、これ第3戦なんでそれの状況を見てですけど、ちょっと違うことやってもいいかもしれないですよね。ほう、どういうことですか。逆にどういうことですか。もう思いっきり前から行っちゃうとか、あもう一箇所にもう完全に集中して追い込んで、でもう思い切っていくとか、あとそれをちょっと一回やめたりするとか、引いちゃって構えると結構楽しく、この人たち楽しくなっちゃうと、どん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 相手の逆を作るのが上手くなっちゃうんでこう重心が上がれば上がるほどキャンセルもしやすくなるんで、プレーとしては。前半すごい走れる選手だけ出してみたいなのもあり得る。そうですね。だから前からプレスかけるの得意な選手を並べてみて、で前半はプレス中心に行ってみて、でまあまたちょっと後半はで引き分けみたいなね、ことだったら可能性としては、まああとは本当にこのスペインが第1戦第2戦が連勝で来てれば、日本が引き分け取ればドイツを引き分けた時に引き分け取ってカスコサレが勝てば2位抜けってある可能性としては。ちょっと初戦って日本はあんまり勝ちに行かなくてはいいわけですね。いや、それは勝ちに行かないとか引き分けなんて取りに行こうと思って取れるもん。サッカーのその我々だってと思うんですけど引き分け最初から狙うのってめちゃめちゃ難しくて、はあ、ちょっと甘くないんですね。まあ、じゃあ例えば1点リードした後に同点されても、よしこれで OK だっていう割り切り。まあ最後はね、変にそれで点取りに行っても2-1になっちゃって負けちゃって全ておしなりは1-1でも全然、あの2006年のオーストラリア逆転負けで、2014コートジボワール逆転負けしてるんで、初戦1点取られた後同点追いつかれた後の日本ってなんかバタバタするじゃないですか。はい、しますね。そこはもうちゃんといい意味で割り切りながら、まあ1-1でもいいっていうのをクロージング
の方法を考えたりとかすることが大事だと思います。冷静に考えてみて、今言ったようにスペインが連勝する可能性もあるわけじゃないですか、うんうん、それで連勝できてくればちゃんと次コスタリカ勝てれば最後スペイン戦引き分けでもいけるわけ で、はい、でしかもスペイン連勝してたら引き分けでも向こうはいいわけですから変に来ないと思うし、それぐらいのまあ僕はイメージですけどね、僕のイメージとしてはスペインはとにかくそのこのグループの鍵を握っているチームなんですけど、はい、そのドイツとスペインの関係性を見るとスペインの方がやっぱりドイツに対してそんなに分が悪くないっていうところは一つ頭に入れといた方がいいかなと思いますけど、もちろんそんなことはもう森保監督もう100も承知で多分入れてらっしゃるとは思いますけどね、そうですね、久保選手もそうだし、まあ、三笘選手もそうだし、もうちょっと早く使ってほしかったな。同じ選手を生かすも殺すも監督次第で、はあ、監督がパニックになっちゃうともう挽回できない。監督力ってチーム力100としたらどれぐらい占めるもんなんですか？ 90% ぐらい占めてる。90も取れた時と取れなかった時 の、 そのバリエーションの持ち方、監督にちゃんとある程度あればドタバタしないし、選手の方がいい経験をしてるんですよね。優秀な部下をそんなに経験のない上司がまとめなきゃいけなくて、そのマリーションはずる賢さということで、ずる賢いっていう表現がちょっと考え方をねじ曲げてる感覚が僕はありますね。どう捉えた方がいいですか？僕はフットボールインテリジェンスだと思ってます。あ、サッカー IQ ですね。サッカーもっと盛り上げるために、サッカーの汚いところをもっと出した方が盛り上がる。だってハリルの時にめちゃくちゃ選手文句言ってましたよね。サッカー界の週刊文春を作ってくれってよく言われます。